今回はね、今後フォートナイトとコラボする、まあ、いろんなアニメとか、まあ、そういう系のね情報がね流出してたから、まあ、紹介していこうかなと思います。まずはやっぱり今ね一番話題になってるトランスフォーマーのコラボだと思うね。まあこれは来シーズンのバトルパス好きになることがほぼ確定したみたいやね。まあ、しかもこういうエレンみたいなシークレットスキンじゃなくてバトルパス報酬で普通にねゲットできる系らしい。まあ、もしかしたらトランスフォーマー関係の別のスキンとかもアイテムショップに登場するかもね。で次はねレゴとのコラボレーションらしい。まあ、レゴとのコラボは前から話題になってたもんね。まあ、来シーズンにもしかしたら登場するかもね。あとはねちょっとこれ名前間違ってるかもしれないんだけどハーモニックフェスティバルっていうの、そういうのともなんかコラボするらしいね。ちょ、俺これ全く何かわかんない。あとはロケットリーグとのコラボもするらしい。なんかロケットリーグってさコラボするために毎回さこういうね無料報酬をゲットできるんだね。しかもロケットリーグって新しくねロケットリーグ単体のなんかレア度ができるみたいな噂もあるから、まあ、結構楽しみなコラボやね。あとはねこれはね結構前にリークされてたやつなんやけどなんとね来シーズンに、ね、ストリートファイターコラボがまた来るって言われてるね。まあ、最近新しいゲームとかも出たのかな確か。新しいキャラクターとかも来シーズンに来るんじゃないかな。まあ結構前にリークされてたし。あとはやっぱりこれ来るかどうかは確定してないんやけど多分一番期待されてるワンピースコラボやね。まあ、俺的には来ると思うんやけどね。あとはね、なんとね、またね、エピックが新しいアンケートを送信したらしいよね。まあ、もしかしたらコラボするかもってやつなんやけど、そのアンケートの中になんとね、鬼滅の刃の名前があったり、あとはね、ドラゴンボールのキャラクターの中から、ジレンとか、人造人間17号とか、ね、亀仙人とかの名前もあったらしい。まあ、だから、次のドラゴンボールコラボの時にジレンとか亀仙人とか、まあ、17号とかが登場するかもしれないね。まあ、今後コラボするかもしれないって言ったらまあそんな感じだと思うね。まあ、もちろんアンケートのやつは他にもいろんな名前が出てたけどね。でなんとねこれ別にコラボするってわけではないんやけど最近アイテムショップに登場した、まあ、このアカデミースキンがあったもんやけどこのスキンってめちゃくちゃスタイルチェンジができるんよね。このスタイルチェンジの量があるからなんとねいろんなアニメのキャラクターに似せることができるよね。だから今ねどんなアニメキャラに似せることができるかっていうのをちょっと紹介していこうかなって思います。まずは多分これジョジョのキャラクターとかあとはセーラームーンとかあと俺ちょっと名前わかんないんやけどこのキャラクターとかあと俺ねこれもちょっと名前知らないよこのキャラクターとかあとはね、戸賀卑弥呼とか、あと、ヒロアカの、誰だっけな名前忘れたな。トドロキみたいなやつの、まあ、ちょっと性別は違うけどね。とか、あと、チェーンソーマンのデンチとか、あとちょっと俺これも知らないな。これとか、あと、五等分の花嫁の再現とか、あとこれ、何のアニメなんだろう。こういうね、アニメの再現とかもできるらしい。普通にさ、1個1500円でさめっちゃいろんなスタイルも楽しめるからめっちゃお得よな。まあ大体そんな感じやね。